はい、ピースケです。サクスペやっていきますということで、北節頑張っていきたいと思います。ちょっとデッキもう 何人目か分かんないので、ちょっとすいません、クタクタです。動画化されることを祈る。でね、ずっとそのやる気が絶好調じゃないとときめき来ないっていうのをコメントで教えてもらって、やっと気づきまして、そこを意識してやったらまっすぐできるんじゃないかと思ったんですけど、思いのお金爆弾がすげえ邪魔してくるんですよね。やっぱりなかなか噛み合わずって感じで今に至っております。でメイカのとこはね、クロセーラかメイカどっちかなのかなっていう感じはしております。あとはもう固定かなっていうような印象で、やっぱ打撃がいっぱい来てくれた方がバランスが整うっていうか、でハッチがもう走塁でガンガン印象点くれるので、もうあとはそういう感じですよね。レッスンで、まあ、精神ある程度せっちゃんからもらいつつ、メンタルも上げつつっていう感じにしてやれば、まあバランスは整うのかなっていうふうに思っておりまして、あざーす。で早い金徳不確定が多いので、おお、ナイスナイスナイス。これが序盤で発生するかどうかが結構大事だったりする。ときめきブーストでやりながら評価上げれるのが一番理想ではあるので、で2人目 OK。せっちゃんの評価上げましょう。でひたすらミートとあれかな、テスト。おえー、やる気奪われた。これは普通にせっちゃんいくか。もうやる気くれる？くれない。やる気くれるかどうかが本当大事なんだよね。デート稼いじゃおう。
うわお。ここ絶対入っちゃダメだ。入るとやる気下がるので絶対入りたくない。でときめきゲージに変えれると。やること多すぎだよね。しかもそんな大したことじゃないやつがいっぱい来ちゃうから、ちょっと爆弾来てるなら練習ちゃんと来てほしい。おい、今来てたんじゃない、もしかして。うわー、あ、違うな、来てないわ。頑張って打とう。だからこんなに爆弾とかなんかいろいろ邪魔されて PG 乗るのがね不思議すぎる。負けてもええや、自分が打てれば。あ、そっか、反則評価下がっちゃう。ちょっと待って、1回ぐらい練習させて、ときめきブーストで。 OK、 強い。このタイミングで踏めないと本当に爆弾の意味がない。これどうなんだろう、いけるかな。まだ大丈夫だと信じたい。次はさすがにやめた方がいいと思う。あ まあなんとかないでしょう。こいつやる気くれないんだ。なんか一発でラブパとかなんないか。大吉。うわ、いや監督評価もう終わってんじゃん。
やる気回復します。いやーちょっと待って、ね、多い。ここならやる気くれたりしない。 OK、 やっと帰ってきた。ちょっとまだ2月だしね。うん、挽回のチャンスはある。佐伯の評価がなくなってるっていう。監督やばそうだな。赤が早い。うーわマジで強いからいっちゃうよなこれ。爆発したらもう無理だと思う。おぶね。ラムレ、はい。お、ナイス。ここは来てほしかったとこ。ラブパはいいのか悪いのか正直わかんないんでね。ひたすら敏捷欲しいかもしれないな。だが打撃である。ハッチ頑張ってくれ。俺が行く。オッケー、ナイス。
これは最高。ハッチが来ない。やる気。あれ、これ回復するよね。しない。やる気が奪われた。うわー、強かった。アロマいるかな、やっぱこれ。アロマいる気がしてきた。ちょっと待ってちょっと待って、パワーサカでね、やる気が下がらないアイテムがあるんだよね。それが欲しいわ。常にやる気マックスの、あ、音楽プレイヤー、音楽プレイヤーがすごい欲しい。で、印象がいっぱい来てる。まだ敏捷か。うそ。それはひどい先生。タイミングがな。あ、でもトリックスターまで行けた。これはそれでいいかな。これは真ん中です。あ、間違えた。こいつを上げなくていいな。ワーヒアビヒ、怪我。精神がやばい。あ、違う、個人レッスンができない。やべえ、代打だ。
ね。耐えてくれ。あ、強い。金徳1個捨てるか。上り竜だけ取りたいんだけど。最後まで持ってほしい。あの怖いやつ。精神がないんだよね。はい、行きましょう。一塁という場面で小原、第2球打ちました。痛烈、入れば同点だ。いった。北節追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁二塁と、これはいい当たりだ。いった。北節爆発すんなよ。大丈夫そう。いやー、そっちか。はい、評価がさよならして、むずいなぁ、ほんと。あ、精神偉いけど、こっちか。精神使わないのは全部取ってよさそう。はい、いやー難しいな。何を良しとして、何がダメとして。ツーアウトランナー一塁という場面で小原、投げました。でもあんな無理していかなくても、爆発させるのはやっぱダメだね。爆発させるのはダメなのはよく分かった。5回の裏、北節攻撃に入ります。トップバッターはオバ、打った、これは強烈、いった、入った。北節リードで迎える7回です。今日3打席連続でホームラン、打ちました、痛烈、いった、説。
そいつ乗った？乗った。これかな。そうですよね、そうですよね。これか。カロリーバー使わなかったな。アロマでいいかな、やっぱ。アロマ2個ぐらい持ち込みたいんですけど。音楽プレイヤーマジ欲しい。なんかもう一山越えればなんか見えてくるんだけどな。はい、ということでバランスがおかしい。精神どうやって稼ごう。これとかそっちだよ。精神系は残念ながら取れないので4番取ってるわ。何取ればいいの。精神なさすぎて何にも取れない。
っと待って、この貴重な13を何かに使えないか。使えないな。難しい。はい、ちょっとまあ頑張ります。全然ダメだ。ということで皆さん、ピースの一日をお過ごしください。バイバイ。